お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。はじめまして、七瀬です。タイトルコールをお願いします。え、いや、そのタイトルコールをお願いします。はい、七瀬さんはとってもか。え、今なんて言いました？タイトルコールをお願いします。七瀬さんはとても可愛い。というわけで、改めまして、お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。本店5階の七瀬です。私、基本陰キャです。最初はちょっと距離がすいません。でも愛嬌があります、多分。それに優しいです、多分。やばい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 よやばいよ。あ私、意外としっかりしてます。約束守ります。休みません。遅刻しません。お絵かきめっちゃ早いです。見てください、どやー。本も好き、どこでも読めちゃう。ほらほらほら、っていうか、どこでも読めちゃうし、どこでも成人です。おやすみなさい。あ、これは炭酸。助けて、誰か、炭酸が。あなたは私が大好きでおなじみ、パン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 、好きです。お笑いも好き、大好き。ありがとうございます。ありがとうございます。今、カチューシャの柄の部分をいただきましたけどね。ありがとうございます。こんなんなんぼあっても、ライン、返さなきゃ、ライン、返さなきゃ、ライン、苦手なんです、ライン。七瀬やないか。その特徴は七瀬やないか。他なんか言うてなかった？服が好き。服が好きです。七。マイペースです。マイペースなんです。マイペースついでにホラー映画見ます。大好きです。怖いもの大好き。それは七瀬とちゃうよ。七瀬はね、ホラーが好きって言っておきながら、めちゃめちゃにビビる自分勝手な人やねんから。その特徴は七瀬とちゃうよ。他なんか言うてなかった？丸顔です。誰がボーリングボール、ちょっと。あと、私、動いてる方がいいって言われます。割と。え？だから、その、ちょっと踊ります。お嬢様、プレミアムメイドエターナルレッドリボン担当の七瀬です。この度プレミアムメイドに就任させていただきました。大好きな5階を飛び出して
もっともっとたくさんのご主人様お嬢様に楽しんでいただけるよう頑張ります。